また登り始めた。多分こいつが先に壊れる。登るやつが気づかれた、気づかれた。やばい。あ、これ行くんじゃないの。はい。で今ね、小鳥公園にやってきました。よく来るとこだね。ね。もう今日全然人いないし、まあ、あんまでも結構草が綺麗にあれだね。もう飼ってあるから。あ、なんかいた。ちょっと手頃なバッタはどんどんうちのトカゲとかカエルの餌になるから、ちょっと待って、ここに置くわ。もうどんどん入れてっちゃって、じゃあここに。もう素手でいけちゃうよね、もうそういう少量バッタとかだったら。よし、じゃあ行きましょうか。あ、止まったね。素晴らしい。塩辛トンボのオスです。オスか。色がやっぱりこの色なんだ。そう、塩辛トンボって一番見分けやすいんですよね。メスは何、色が黄色。黄色なんだね。はい、ありがとうございます。トマト、ほぼほぼ同じだから。あっちの方だよね、あっちの丘の方だよね。向こう行ってみようか、うん、この間ここでオタマジャクシ捕まえたんだよね。もう完全に干からびてるけど、あの子たちはもうカエルになってどっかに避難したのかな。あ、いたね、バッタちゃん。かわいいな。おも、捕まえた。入れて。少量、少量バッタの茶色だね。お、取った、取った。やっぱこのでかい網って全然違う。違う。宮戸さん。すごい、すごい。ハイト模様が見えます。この子はもう割と早い段階でもう春ぐらい前ぐらいからもういたよね。はい、今ちょっとね、いいサイズの少量バッタが取れたんでね。食べ頃だね、これね。食べ頃、どんどん登ってくるよね。キキちゃんにあげるときはちょっと大きいとこの足を全部切るか取るかして、逃げられないようにしてからあげないと。そう、こいつとこいつ、まあそんなにでかくはないが、まあ、ヒキちゃん食べるにはいいかもね。もうトカゲじゃ無理だ ね、そのサイズはね。そうだね、長いしお腹プリプリだし、こっち多分メスだな。じゃあ入れて。エンマコオロギかな。エンマだね。あ、いいね、これは。わー、手にインコされたらでも大丈夫。トカゲとカナヘビが食べれるやつだね。隙間に入っちゃうと難しいよね。よし、取った。あ、取れた。ほんと、これ今日ちょっと虫かぶつして、バッタだらけだよ。あ、まあコオロギも何匹かいるけどね。え、いいサイズだね、うん、まあ、これからまた秋にかけてめちゃくちゃ出てくるんだよね。そう、でかいのがね。バラがあるね。見して、今日一番大きい脱皮したての。これ何、もう成虫。成虫じゃないかな。羽はないか。だけどね、大きい。でね、この子は多分メスになる。まだこれで羽がない、大きくならないということは、うん、今こういう小さなオスですね。でね、この子はね、もっちりも柔らかい、ね、くにゃっていく。脱皮したてなのね。そう、脱皮したてなんですよ、完全に。痛いの、取り除けない。いや、めっちゃぴょんぴょんして。大きいやつ捕まえの、足取っちゃって処理 C の。ちょっと、あー、手にくっつきすぎだ。どこだ、まあ、とりあえずじゃあ仕分けしてきます。でかいのが。はい、はい、小鳥公園から帰ってきました。で、ね、ちょっと今ね、ヒキちゃんの餌とカナエビの餌とね、分けました。あの、これがヒキちゃん用のかな。そう、で、カナエビちゃん用のはまた別のカゴに取っておいて、カナエビはね、この時間帯全然食べないんで、まあ、ヒキちゃんはいつでも食べるんでね、うんうん、あの、足が邪魔なんで、足をね、取ったんですよ ね、飛んじゃうと困るでね。そうなんですね。なんでね、ちょっとヒキちゃんにあげていきたいと思います。はい、さあ、バッタが出てきたぞ、ヒキちゃん。どうなるか。この辺に来てもらえると、ヒキちゃんが見てくれるか。あ、食べた。あ
すごい、かわいい。僕のやつらがもっと出てきてほしいね。ね。登ってるやつとかもさ、目の前に落としちゃって。どんどんひきちゃんのところにさ、捕まえて落としちゃって。もっともっともっと他のやつもどんどん、壁登ってるやつとかさ、ひきちゃんの前にどんどん。食べた、一匹食べた。赤玉父ごと。すごいな、縦になっちゃったから、すごい気になってるみたい。で、こいつをまず先に。あ、そうそう、その中いっぱいいるよ。どっちにしようか迷ってる。虫かごの中をさ、食べた方が食べやすいと思うな。この少量バッターさ、赤玉土に捕まってるからさ、少量バッター下ベラで捕まえると赤玉土も一緒に持ってっちゃうよ。そっか。ってことは、これをあれ、あ、逃げられた。そうそう、その中行け、その中に行けば食べ放題。今のは上手だったね。こいつもじゃあこれやったらもう食べ放題。食べ放題よ、ひきちゃん。いけ、中にいけ、いけ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 、いけ、そっから食べ放題だ。そっから食べ放題。そうだ、一匹食べて。それどんどんいけ。食べちゃえ食べちゃえ。食ってくれた。おい、お前ら何をしているの。もう近いすぎるよ。食べた。あ、来た来た。一番でかいやつを狙ってほしい。あいつをあいつを、あれをくれ、あれをくれ。一番でかいの来た。すごっ、一口やん。もっと、え、早っ、もう飲み込んだ、一番でかいのに。まああれも脱皮したて、美味しいからね、ふわふわで。あれは食いやすいよ。マジでいいよ。食べたー。動いた。動くと狙う。もっともっと動き。動かないよ、あと4匹。このアングルなんか面白いな。え、何にもしない。遠くの2匹だ。長いな。奥の2匹はもうどうするんだろうな、これ。また登り始めた。じゃあこいつが先に壊れる。登るやつか。気づかれた、気づかれた。これ行くんじゃないの。びっくりした。びっくりした。本当にびっくりした。いいアングル取れましたね。すごいな。ベトンチェットはそっち置いてもっていい。あ、止まるぞ。目線大丈夫。目線はい。すみません、今ひきちゃんが食べるところ、食べる直前にカットをしてしまって、最後の1匹を食うところが見られませんでしたが、すみませんでした。それじゃあ、はい、今回は動画終わります。チャンネル登録と高評価お願いします。はい、ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。
ちゃん。長かったよ。長かった。まあ大部分はカットされるけどね。